はい、今日の中森です。この動画をご覧の皆さん、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで今回もやってきまいりました、合格者カレンダー。今回はですね、竹田塾の大阪校からお送りいたします。今回も生徒が来てくれました。それではまず自己紹介お願いします。滋賀彦根校に在籍していました西田翼です。大阪大学の基礎工学部のシステム科学科に合格しました。竹田塾チャンネル。はい、ありがとうございます。ということで、大阪大学の合格者カレンダー、早速やっていきたいと思います。西田君、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、西田君は、まあ、浪人で、まあ、合格ということなんですけど、はい、現役自体はなんか、どっか塾とか予備校通ってたんですか？塾とか予備校には通ってませんでしたね。うんうん、でも、独学でやってて。独学で基本的に。で、独学でやってて、浪人で塾行かなきゃって思った理由ってなんかあるんですか？ペースメイキングが結構大変なのと、一人でやってると、そこを調整してもらわないといけないっていうのと、あと共通テストが初めての年だったんで、はいはいはい、そういう情報を自分で仕入れるのは結構辛いなっていうのがあって、そうだね、それで塾どこか行かなきゃなっていうのを思いました。これに竹田塾にした決め手っていうのは何だったんですか？塾行ってなかったのに現役の時で、しかも学校の授業についていけてるけど課題に追われてるみたいな感じで、それをまた塾でやったら多分また落ちるなってな思ったので、うんうんうん、それだったら個別指導のどこかで自分のペースできるとこっていうので探していったら一番合うのがここだったっていう、あと当然ですけど参考書学習だったので現役時代はそれの延長でできそうだなっていうのもあって、まあ、ちょうどいい自分がやりたいことと結構合致してたみたいなことだったんですね。で、はい、入って4月の1週目から始めて、その時は英語と数学と物理から始めていたと。科学はまだこの時点では科学はまだです、うん、やってなかった。どうだろう、その自分の独学でやってた勉強と振り返ってみて、いざ竹田塾入ってスペース管理とかテストとかされるようになって、うん、今までの自分の勉強よりここはちょっと改善されたかなって思う部分ってあった、最初の時点で。現役やってた時は復習にめちゃくちゃかかるんですよ。自分で調べるとブレーキがかかんないから。はいはいはい、はい、それで竹田塾とかやるとある程度やる量も決まってるし、先生に相談したらそこで止まるから、調べすぎでなんか1問1時間とか、うん、ちょっとやりすぎだよねみたいなことにならないようになったのはやっぱり大きいと思います。なるほど。で、まあ、先ほどちょっと心配事の一つ上がってた共通テストの話ですね。うん、竹田塾、今年から竹田塾模試っていうのがまあ2020年あったじゃないですか。あ、そうですね。あれで6月とか5月の終わり頃に1回受けてると思うんだけど、初めて受けた時どうだった、実際。散々でしたよ、数学も何これ、文章長ってなったし、で、英語も時間間に合わねえし。センターとやっぱ違うんだなっていうのは最初見た時は何じゃこれやってもなると思いますね。はい、ということでペースのブレーキ役っていう部分と、うん、あと共通テストの体験ができたっていうのが大きかったのは春と。まあそうですね。で、次が夏に入って、数学が7月の中旬ぐらいに地方国公立レベルに入って、はい、で英語と物理が8月頃から地方国立レベルに入って、そこから科学も8月頃追加してるみたいな。うん、でまあ基礎の日大レベルが終わるタイミング で、ね、一応科学も追加して、うん、一緒に4教科、受験教科、まあ、2次の教科をざーっとやっていくみたいな、うん、なるほどなるほど。ワンランク難易度が全体的に上がったわけじゃないですか、うん、そこで苦労した科目っていうのはあった、地方国立レベルで。割と国立とかは、うん、そもそも苦手だったので、あの数え上げで見逃しちゃうとか、うん、どれ使っていいか分かんないとかいろいろあるじゃないですか、はい、公式、うん、その全科式使うタイプもあるし、はい、そういうとこで苦労したのはあるかな、うん、まあ、そこは絶対的実践力のというか量の不足って感じかな、うん、まだまだそうですね、うん、やっぱりこういう問題に対してはこうみたいなのがある程度経験値として積んでないと、まあ、丸暗記じゃダメなんですけど、そういう経験値はやっぱりいると思います、量がある程度。あとなんか物理が結構地方国立レベルに入ったあたりから。そうですね、問題は解けるんですけど時間かかるっていう感じで、うんうん、その辺でちょっと苦労したっていうのがあります。なんか全部解こうとしちゃって、うん、結局時間が足りないとか、順番通りに頑張って解こうとしてたら、例えば他の大問の最初の方は解けたのにとかなっちゃうとか、積極的に捨て物を捨てることができなかったとか、ね、うん、全部未練を残しちゃうというか、現役時代からの癖なんですよ、そういうのも、うん、その辺はなんか先生とかにも相談したの、なんか点数の取り方と的な話とか、うん、その辺は夏頃じゃなくて共通テストの直前期、うんうん、なんか例えば12月ぐらいからかな、うん、でそれでその対策問題集みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、あれを解いててどうしましょうみたいなことは毎回ぐらいかな、解いては話して解いては話してみたいな、特訓の時もそうだし、普通に相談してどうしましょうみたいなのはやってました。現実的なコスパとその、まあ、安定性とか考えてみたいな、うん、で、まあ、本格的な志望校である、まあ、竹田塾という難関国公立レベルは大体10月とか11月からどの科目も入っていると、うん、まあ、要は
この辺からは過去問ばっかりって感じですね。過去問ばっかりですね、うんうん、過去問が一番頑張ったかな、うんうんうん、っていうような形で練習積んでって、じゃあいざまあ共通テストと2次の本番がそろそろやってくるわけだけど、うん、共通テストは最終的に何パーぐらい取るの全部で。85% ぐらいかな。85%。これはなんか予想通り大体。全然ですね、数学とか直前まで6割ぐらいだったんですよ。ほんまに本当に1週間ぐらいまでそんなもんで、うん、時間配分うまくいったらいけるやろみたいな感じで、うん、めちゃくちゃ心配な中でやってましたけど、案外取れたっていうのがありましたね、うん。まあ、その時はやっぱこう捨てる問題割と見極められた最後本番は。というかなんか難易度がそんなに、あまあそうね、うんうんうん、最初なのかは分からないんですけど、うん、文章は長いけど計算するのはただの足し算引き算割り算勝ち算ぐらいで終わっちゃうとか、うん、そういうのが割とあったので、そういうので予想問題ほど多分難易度が高くなかったのかなと思うところもあるし、詰まったところでさっさと行くっていうのもできたし、慣れててよかったっていうところ。そうですね、やっぱりそこは1冊分ぐらいやらないと、あの6回ぐらいになりますので、うん、あれはやらないとちょっときついかなっていう、特に心配性の人は。なるほどね。そのおかげでまあトータル85はいけたと、うん、で2次の練習して、まあ、2次本番行ったわけなんですけど、うん、2次結構予想外だったんでしょ。割と2次結構予想外でしたね、うんうん、どう予想外なことが起こったんですか、うん、まあ、数学で言うたら積分の面積とか体積が絶対出るんですよ、うん、あの集積問題って言われるやつ、うんうん、でもそれがなかったとか、はいはいはい、あとは照明が結構多いとか、うんうん、なるほど、そういうので本当に解きづらかった。数学がイレギュラーだらけだった、うん、じゃあ正直受け終わった後はこうやらかしたな、やらかしたなって思ってます。なるほど。一応この時点でどっか他の大学が来ましたの。他の大学は立命館の情報理工、うんうん、はいはいはい、まあ、で正直じゃあそこかもなって思ってた。それか高知の大学かなっていうのは思ってました。なるほど。でいざ発表を受けて受かってましたってなった時、自分の中でどうだったの。もう力が抜きました。嬉しいとか言うよりよかったっつって、もう椅子からずり落ちるみたいな。ね、そんな難化した中でもやっぱね、やっぱ実践過去問とかで対応力積んで、先ほどしたように捨て問とかのちゃんと、ね、やっぱりそれはやっとかないと、うん、その100点取るテストじゃないので、うんうんうん、半大とかやったら6割とか6割5分取れたら受かるので、うん、その共通テストちゃんと取れてれば、そこで何を捨てるかとか、数学とかやと割とその、うん、これ解けるわけねえだろみたいな問題が1個混ざってたりするので5つあって、うん、そういうのを見極めるとかはやっとかないと痛い目を見る。関西でも最難関の一つである大阪大学にちゃんとね、でも今言った話だとやっぱそのみんながかかるような壁にはしっかり引っかかってて、そこをちゃんと、まあね、冷静に見てるって感じね、うん、順当に引っかかってるんですよ、うんうん、下手すりゃ多分共通テストとかみんな以上に引っかかってるんですよ多分、うんうん、数学6割とかね、うんうん、まあ、でも解決策はあるってことだよね、うん、そこは一発こけてダメなんだったら多分受かってないですから俺、うんうん、ちょっとぐらい失敗してもなんで失敗したかとか、うん、まあ、例えば俺だったら時間かけすぎとか一問に、うんうん、そういうのをちゃんと分析すれば受かるようにはなってると思います。難易度的に。じゃあ最後にちょっとなんか論理で皆さんに一言、まあ、大阪大学の志望者とかいっぱいいると思う、うん、ちょっと一言メッセージをお願いします。受験って初めてなんでみんな怖いこといっぱいあると思うんですよ。まあ点数取れてねとか、課題全然進まんとかいろいろあると思うんですけど、小さい失敗したところで受かるんですよ俺みたいに多分。だから失敗してもちゃんと起き上がれるように、その起き上がる時に自分で起き上がるんじゃなくて誰かに手引っ張ってもらうとかでもいいし、何かしら起き上がろうとして起き上がれた人は受かるし、起き上がれなかった人はまあ残念でしたってなっちゃうかなってなるので、こけてもいいから起き上がる方法を頑張って探してください。はい、ありがとうございました。ではですね、今回は以上です。武田塾公式アプリルーム武田のアンドロイド版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。